それでは発表を始めたいと思います。TRPG でのロールプレイにおいて、プレイヤーキャラクターを創作することの意味、キャラクターのジェンダーと歴史についての設定を中心にというタイトルで発表いたします。えー、第一著者は五十嵐リリカ第二著者は、えー、青山正彦です。どうぞよろしくお願いいたします。えー、っと、TRPG での ロールプレイというものについて、この研究では論じています。で、そもそも TRPG でのロールプレイにはどういう特徴があるんだろうかということで、す、え、で、ー、によく知られているロールプレイとして、モレノのサイコドラマ、これはあの心理学で、えー、集団精神療法で必ず取り上げられる有名な方法ですけども、演劇を用いた、えー、臨床的な方法です。 そこで用いられるロールプレイや、近年インプロって言いまして、簡単なあのお芝居みたいなことをしながら、えー、関係づくりをしていく方法があるんですけど、そこで用いられるロールプレイなどと、えっと、t r p g のロールプレイを比較しながら論じました。で、えっと、詳しくは論文に当たっていただければと思いますが、 1>, 1番目の特徴として、プレイヤーキャラクターを設定するときに自由度が高い。これは非常によく言われる特徴で、いろんなことを盛り込むことができます。で2番目なんですけど、その作り込みにはじ時間をかけることが可能で、これはあのモレノのサイコドラマもインプロもその場でキャラクターを作りますであので、自由度は ある程度、インプロであれば自由度はあるかもしれませんけれども、時間をかけたりはしません。3番目なんですけれども、見せるための演技は必要とされないということで、TRPG でロールプレイをしているときに、見る人っていうのはその場にいるプレイヤーぐらいですけれども、えっと、モレノのサイコドラマにしても、インプロにしても、その場にいる人たちは結構な人数になります。20人とか30人とかっていうところで、 演じますので、えっと、見せるための演技が必要になるんですね。で、4番目なんですけれども、TRPG に関して言えば、演技がうまくいかなくなったときに、口でごまかしてもいいわけなので、演技以外のコミュニケーション手段があると。で、これは、あの、サイコドラマとかインプロの場合は、まあ、あの、なんとか演技を続ける方がいいわけなので、 え気軽に別の手段を使って、えー、やる TRPG の方法というのは割とユニークだと思います。5番目に身体的な演技は必ずしも必要ではないということで、えー、近年そのオンラインでのプレイが増えていますけれども、オンラインでのプレイの場合には身体的な演技は必ずしも必要ではありません。この辺はやっぱりサイコドラマやインプロとは違っていると思います。で、 こういうロールプレイが持つ意味に着目した研究としては、本日もご発表がありますけれども、加藤さんによる一連の研究がありまして、そこでは TRPG をプレイするけ、えー、経験が、どういう教育的な、ないしは治療的な意味を持つのか検討されています。対象は発達障害者が中心です。でこの研究はそうではなくて、ごく普通に TRPG を普段から楽しんでいる 人たちが、そういう人たちにもロールプレイには何か意味があるんじゃないかということを検討しようとしたものです。えー、具体的な内容について第一著者の五十嵐からご報告をいたします。はいえー、本研究ではインタビュー調査とフィールド観察の2つを行いました。イインタビューー調査のの方方ではロールプレイについての考え方や、えー プレイヤーが使うプレイヤーキャラクターをどのように創作しているのかについて質問しました。本論文ではプレイヤーキャラクターを創作する上で、ジェンダーがどのように関わっているのかについてを中心的に論じました。また、フィードル観察の方では、実際のプレイ場面を録音し、そこで語られたプレイヤーの発話をもとに、本論文では プレイヤーがプレイヤーキャラクターを選択、設定するプロセスについて検討しましたこちらが本研究のインタビュー調査にご回答いただいたインフォーマントの一覧となりますこの10名のうち、明確に男性だと分かっているのは2人のみそれからその他はほとんどが女性とあと X ジェンダーの方で占められています こちらの10名の方は、全員第一著者である私と TRPG を実際にプレイしたことある、または現在でもプレイしている方を対象としています。また、この表にあります、星のついている W さん、G さん、R さんは、後のフィールド観察でもご回答いただいております。まず、インタビュー調査についてです。 プレイヤーキャラクターの前代に関する発言があったのは10名のインフォマントのうち4名でありました次ではそのうちの3名の発言について分析しますまず1つ目の事例ですこちらの方は女性のプレイヤーなんですがおネが好きと語るインフォマントですまずおネが好きだからおネを使っている お姉のどんなところが好きであるかと私が尋ねたところまずお姉のどんなところ聞き返してからおそらくどっちの気持ちも分かることこれはおそらく男性と女性の気持ちも分かるところでありそれから優しいところと強いところがお姉の好きなポイントであると語っています。 この女性いわくネタ性のあるおネがいいとおっしゃっています。まとめとしては女性プレイヤーがおネエを演じるのが好きという事例です。続きまして、木の性質を持った人形のキャラクターを作成したインフォマントの発言です。その方いわく、まあ、木って1つの木に おばな、めばながあったり、または一つの花におしべ、めしべがあったりして、本質的には中性みたいな、そういう中性的なところがあるから、性別としてはそういうのを中性っていうのをやってみようかなと思ってとおっしゃっています、えー。このインフォマントの方は、後ほど、えー 性別的な特徴は男性的と言われるものでも女性的と言われるものでも苦手なものが結構ありますとおっしゃられています。このプレイヤーはその他にもムーミンのニョロニョロといったいわゆるジェンダー的な男性キャラクターであるとか女性キャラクターであるとかそういったジェンダー的な要素を苦手として ジェンダーがあからさまにならなならいいようなキャラクターを使ってまますまとめとしましては、ジェンダー的な要素が苦手な方でも、植物とかムーミンのニョロニョロのような、そういった性別が曖昧なキャラクターを使っているという事例です。続きまして、男性プレイヤーが女性のプレイヤーキャラクターをロールプレイしたくない理由を述べている。 記述ですまず、男性プレイヤーいわく、私は女の子、特に可愛い女の子が好きです。可愛いことをしている女の子が特に好きです。でも、自分の声、男性プレイヤーである自分の声で可愛い女の子のロールプレイをすることができません。と述べています。それがなぜかというと、 私のボイス、男性プレイヤーである自分のボイスでは、可愛い,い女の子のイメージと違いすぎて、いわゆる解釈違いが起こるとのことです。ただし、自分の声を使わないテキストセッション、自分の声を使わずに文章のみでやり取りを行うテキストセッションでは、全然女の子のロールプレイを行います。喜んでやるとおっしゃられています。 まとめとしましては、男性プレイヤーが女性キャラクターを扱わないのは、男性が思うところの理想的な女性キャラクターをうまく演じられないからということです。えー、今までの話から、えーあ、失礼いたしました。 女性プレイヤーが男性キャラクターをロールプレイすることはごくありふれた実践であることが今回分かりましたインタビュー調査に参加したインフォーマントのうち自身の性別が女性であると回答した人は全員が男性のプレイヤーキャラクターをロールプレイしたことがあるそうです一方、男性プレイヤーが 女性キャラクターをロールプレイする例というものが、先ほどの事例さんにも見られたとおり、あまり見かけられません。その理由として、若い女性、いわば魅力的で理想的な女性像をロールプレイしようと目指していることが多いのも原因の一つとなっているのではないかと考えられます。 女性プレイヤーがおねえや植物、男性キャラクターを演じる理由は、普段感じている自分のジェンダーのわずらわしさから一時的に脱却できるからなのではないかと考えられます。また、もう一つの理由として、自分たちが普段長長く遊び続けている t r p g をさらに遊び直すための方法の一つであるかもしれないとも思われます。 また、プレイヤー本人と異なるジェンダーを演技する上では、自身の身体性が目立たないディスコードやスカイプなどといったオンラインのツールというのは都合が良いと考えられます。えー、続きまして、えー、フィールド観察の、えー、話になります。えー、こちらでは、えー インンフォマンさん W さんの使っているキャラクターの年齢について焦点が当てられています。まず、インタビュアーが W さんのキャラクターがおいくつ年齢がいくつなのと問うたところ、まず R さんが30歳いってるんじゃないと答えています。でも W さんいわくいっていないと。その理由としては、 ダスさんはこの会話の途中で、自分が持っているキャラクターシート、こちらは自分が使っているキャラクターの設定などが記述されているデータなんですけれど、そちらを閲覧して 25, 25歳と書いてあったから、おそらく30ではないと語っています。そこで R さんが、もしかしてまた 26? と聞いていますが、 これは、この今、話題に上がっているキャラクターのほかに、W さんが使っているキャラクターで、多くの方が25歳や26歳、周辺の年のキャラクターをたくさん扱っているから、もしかしてまた26歳というふうに話題にかけている点です。ただし、その後の W さんの、でもだいぶ経っているでしょうというのは、この後の会話から分かりますが。 このキャラクターはまず2019年に初めて作られたんですが今このセッションが行われている2年後3年後では初め26か26歳くらいで作られたキャラクターが年を23年ほど経っておそらく27くらいなんじゃないかというふうに考え W さんは、えー、おっしゃっています。えー、でも、う、え、そ、ー、26かもというのは、えー、最初に作られた頃から、えー、何年か経っているので、本来は27歳かもしれないんですけれども、えー、誕生日がまだ来ていない。これはそのキャラクターに設定されている誕生日があるんですが、その誕生日がまだ超えていないということで、 もしかしたら想定されている年齢の1年前なんじゃないかというふうに考えています。えー、今の話から読み取れるように、プレイヤーはプレイヤー自身だけではなくて何年も継続して使っているプレイヤーキャラクターもしたコミュニティを形成しています。プレイヤーが 継続 PC を使ってプレイしてきた年月というのは、プレイヤーたち本人だけではなくて、継続して使っているプレイヤーキャラクターにもその年月が反映されていると考えられます。継続 PC には、過去のたくさんのセッション、プレイの中で、そのキャラクターが経験してきた記憶、構築されてきた歴史、 がありその歴史を持った継続 PC を選んで遊ぶことというのは、一度創作されたプレイヤーキャラクターをそのまま使い続けるということよりは、新たなシナリオや他のプレイヤーが使っている PC との関係に合わせて、一度創作されたプレイヤーキャラクターを 再創作、これだとあの一から作り直すということになってしまうんですけれど、それよりかは再び遊ぶために、その新しいシナリオであるとか、そういった新しい文脈に合わせて、再びそのキャラクターの設定を再構築するという意味合いです。再構築することであると考えられます。 はい、五十嵐さん、ありがとうございました。最後にまとめたいと思います。以上のように考えていきますと、最初にお示しした TRPG でのロールプレイの,目目あの特徴として5つ考えられたわけですけれども、最後のように、プレイヤーと継続 PC が一緒になってそのプレイを重ねてきた、その歴史を元にプレイをしているということが見えてきましたので、6番に背景に プレイヤーと継続 PC が育んできたコミュニティの歴史があると加えてはどうかなというふうに考えました。最後にまとめます。このように考えていきますと、TRPG におけるロールプレイの意味というのは、普段の自分とは違う自分になれる場を仲間と共に作り上げていくということにあるのかなというふうに思います。例えば、 PC を作り込むことで、普段の自分とは異なるジェンダーを安心してプレイできる。これは普段の自分とは違う自分になれる場ですであの。プレイヤーだけじゃなくて、継続 PC もあの違う自分を作る場を共に作ってきた、まあその。自分とプレイヤーとか作ってきた場は、えっと、自分とプレイヤーだけではなくて、継続 PC も含めて、えー、育ってきていますので、そのことによって、えー 自分に安心してなれる場というのが、そのゲームの場に作られてきたのではないのか、このように考えられるのではないかとまとめたいと思います。発表は以上になります。